皆さんこんにちは。今日は栃木県宇都宮に来ています。こちらは宇都宮駅ですね。宇都宮駅にはライトレールの開業が待ち望まれているそんなイメージがありますね。さて今日の本題は青春18切符で盛岡、岩手県の盛岡まで行く、こちらを目的に動画を撮っていきたいと思います。今日もよろしくお願いします。まずは青春18切符を改札横の係員さんにお見せしてハンコを押してもらいます。そのハンコに今日の日付が入っているんですが、それで今日1日は乗り放題というわけですね。全国の JR に乗り放題です。盛岡まで、2410円定価の場合ですね、1回で割っていくと、1回が2410円になります。1410円で宇都宮から盛岡まで行ける、これはすごいですよね。東京から行くことだってできるわけです。1日で行けますからね、盛岡まで。すごい切符ですよね。本来であれば宇都宮盛岡間は7150円になるみたいです。それが2410円で行けるっていうね、良さがあります。仮に新幹線で行った場合どうなるかと言いますと、1万2000円ほどかかるんですね。その代わり2時間ぐらいで行けます。私が今回使っているこのルート、すべて普通列車で行く、こちらの場合ですと約9時間かかります。9時間も乗んのかと思ったかもしれないんですけど、途中ね、乗り換えとかもちろん含めての時間になります。その乗り換え時間ではね、10分でもあれば容赦なく観光していこうと思ってます。でその様子なんかもね、この動画に収められたらと思っています。では宇都宮駅を朝6時11分の電車で出ました。で黒磯、新白川と乗り換えが続いていきます。新白川ではですね、乗り換え面白かったんですけど、同じ、線路上に見えるんですけれども、ホームはね、少し縦に移動するという形ですね。そして次に止まるのが郡山では、少し時間が30分ぐらいあったので、降りて観光してみることにしました。青春18切符は何回でも乗り降りが自由です。その日付であれば何度でも改札を出たり入ったりすることができます。なので、30分でも時間があればホームで待ってるのはなんかもったいないじゃないですか。なんで外に出て郡山らしいものなんかあればなと思って旅に出てみることにしました。郡山市は福島県の都市ですが、結構栄えてますね。駅前の栄え度で言ったらもしかしたら郡山が一番かもしれないですね、福島県の中で。人口で言いますと、2位なんですね。1位はいわき市ですね。常磐線の方になります。こちらはですね、結構合併を繰り返していて、広くなってますので、人口という面では、いわき市に軍配が上がるみたいですね。郡山はこの中通りの中では、かなり都市という機能を果たしているかなと思います。駅前にはですね、ヨドバシカメラとかもあるので、やっぱり家電量販店はね、かなり都会じゃないとないっていうイメージがあるので、そんな印象があります。このアーケードもですね、1本だけとかじゃなくて結構ね、分岐していて、夜の街という言えるような場所もあるのかなと。酒屋さんとかがありましたね。なのでそれがやっぱり街がどれだけ栄えてるか、人口が多いかというところを物語ってるんじゃないかなと思います。さあ、私がよく郡山に来て買うのはですね、柏屋さんという和菓子のお店があるんですけれども、こちらがですね、日本の三大おまんじゅう、三大まんじゅうのうちの一角を担っているんですね。柏屋本店さんが、この大通りですね、郡山駅からまっすぐに伸びる大通りの方にあるので、そこにたまに買いに行ったりするという感じですかね。さあ、こちらが大通り、アーケードから出たところですね。駅はこの突き当たりにあります。福島県のお土産というと何が思い浮かぶでしょうか。ね、ママドールなんて結構有名じゃないかなと思うんですけど、ご存知でしょうか。ママドールというお菓子を販売しているお店なんかもこんな大きな店舗を構えていましたね。郡山市が拠点となっていることが伺えます。私がよく買う柏屋さんはこちらにあります。さて、大通りを柏屋さんの方に渡って、今度は路地の方に入っていきます。こちらもですね、やっぱりお店がたくさん立ち並んでいます。ただですね、こちらの方には薄い百貨店という、福島県で唯一となってしまった百貨店もまだ残っています。福島県唯一ということは、
県内トップ3のいわき、そして3位の福島ですね。こちらにはないんですね。百貨店がないということになります。郡山市が唯一の、福島県唯一の百貨店が所在している町ということになります。こちらはですね、駅前通りから少し外れているんですけれども、こんなに立派な、ね、建物がたくさんあります。さあこちら駅前まで戻ってまいりました。暑いのでね、飲み物を買っていきたいと思います。郡山駅の中はこんな感じになっています。新幹線も止まる駅なのでやはり大きいですね。さあここからは福島県をさらに北上していきます。次は福島駅、そしてその次が白石駅ですね。白石駅まで来るともう仙台が近いなという印象があります。宮城県ですね。白石は白石温麺というのが有名なグルメですよね。私もまだ食べたことがないんですね。食べてみたかったんですが、まだ時間が早くて駅前の有名なお店まだ開いてませんでしたね。11時半から開くということだったので残念ですが、ここは行けませんでした。さてこの先は、まあ、ついに仙台になるんですが、仙台駅でねまた時間が40分ほど取れそうなので、それ以上頑張ってもね行けないので、仙台駅でどうしても40分ぐらい待ちが入ります。なのでね、仙台といえばなんか食べていきたいなと思ったので、仙台名物麻婆焼きそばを食べていくことにしました。前回ね仙台来た時牛タンとかを食べたので、ちょっと新しいものをということで、実は、ね、仙台名物なんですね、麻婆焼きそばっていうのがあります。こちらは中華屋さんなんですけど、まさに駅の1階ということで、まあ、40分しかない今の時間のない私にぴったりのお店でした。お店の名前が民飯店というところみたいですね。こちらの麻婆焼きそば結構辛いですよなんて言われまして、少しだけ辛さ控えめにしてくださいというお話をしてこちらになりました。お値段はまあ1000円弱ですね。このような形で少しパリパリとした焼きそばの上に麻婆豆腐ががっつりかかっているという形ですね。麻婆豆腐が本格的でペロッと食べてしまいました。初めて食べましたね。麻婆丼だったりね、麻婆ラーメン、麻婆麺食べたことありましたけど、麻婆焼きそばって新しいなと思いました。さてこちらが仙台駅のまあメインとなるような入り口のところですが、七夕祭り、これが近いんですね。もう8月の6、7、8で行われるみたいです。仙台の七夕祭り有名ですね。東北六大祭りの一つとして数えられているようです。さあ仙台はただ乗り換えのはずでした。一本も逃してません。ですがこれだけね楽しめました。仙台の次の駅ですが、こちらは小牛田になります。この小牛田駅では実は3つの線に分かれるんですね。西の方に行きます鳴子温泉とか行ける線もありますし、東の方に向かう気仙沼線、石巻線っていうのもありますね。私は東北本線をまた北上という形でまっすぐ北の方に進んでいく形です。さて小牛田駅は昔から重要な役割を担っていました。なのでここでおまんじゅうを販売するということがあったみたいですね。かつては20軒ほど小牛田まんじゅうっていうのを売るお店があったなんていう記述も見たりしたんですけど、今はですねこちら1軒しかない村上屋さんになるんですね。こちらは本当に駅の目の前にあるので、本当に10分ぐらいしかなくても行けちゃうんじゃないかなっていう感じです。こちらのおまんじゅう1個で88円、安いですね。一つせっかくなのでいただいて帰りました。食べてみたんですけど、あんこの味が非常に濃いですね。昔ながらのおまんじゅうという感じでした。とても美味しかったです。こんな感じです。さて小牛田駅っていうのも歴史があるみたいで、何回も場所をね移転とかもしてるみたいですね。そんな歴史の部分も今鉄道150周年ですから、まあ、掲示されていましたね。さあここからさらに北の方に進んでいきます。小牛田駅の次の乗り換えの駅は一ノ関という駅になりますね。こちらはついに岩手県ということになります。盛岡まで残る電車はあと1本です。ここから1時間半ほど乗れば、まあ、盛岡に着くことができます。いや長い旅路でした。
9時間ほどかかるんですね。まあ、宇都宮からの場合ですが、途中下車仙台で名物を食べたり、まあ、おまんじゅう食べたりっていうのも、まあ、青春18切符だからこそできる、そんな旅だったと思います。新幹線であれば、まあ、途中下車は許されませんからね、特急券買い直しになってしまいますので、皆さんも青春18切符使って、まあ、こんな旅もたまにはいいんじゃないでしょうか。今回の動画はここまで。最後まで見ていただきありがとうございました。